はい、今日はこの靴でレッスンいたしましょう。でもまあ初心者の方はね、無理に、こういう靴を買わなくともですね、普通の上履きとかスニーカーとか、もしくは家庭で練習されるのでしたらフローリング、別に靴下とか裸足でね、まあ、転倒しないように、滑って転ばないように注意して頑張りましょう。何も靴はなくてもいいです。で、女性はもちろん、これは男性用の靴ですからね。女性も、前回とか先々回も言いましたように、別にピンヒールのね、高いハイヒールは最初から履かない方がいいので、うちで裸足とか、もしくは、ローヒールとかね、平たい底の靴でね練習しましょう。はい、こんにちは。今日はちゃんとね、この青い靴を、遠くから見ると黒いじゃなくて、黒く見えてるかもしれないけど、一応青い靴をね、履いております。アルゼンチン堪能シューズ。じゃあ今日はですね、先々回しました、何回目だったかな、第9回じゃねえな、第、7回目とですね、何回目か分かんなくなったね。あ、とにかくね、先々回しました、サリダをね、一応音楽に合わせて、ね、してみたいと思いますね。ちょっと復習しましょうね。男性から参りたいと思います。1,2,3,4,5,6,7,8 でしたね。今日覚えたい人は、今日初めて接する人はそれでもいいですね。左横、右前進、前進、揃え、前進、開く、閉じる、交代ね。でもうね、前も解説しましたようにね、こういうふうに結構いい頃限りね、ぐだぐだやってた方がもう楽に入ってきますからね。それをあと本番じゃないんですけども、きちんと練習するときにホールドをつけるね。そしてね、ボテンをつかないでちょっとすりながらステップ集めるというような感じでね、いけばいいので、今日はもうボテンをつきますね。ましてや音楽に合わせるという目標のみをしっかりさせるためにね、他は結構いい加減でいいですね。せーの、1,2,3,4,5,6,7,8 ね。これはまた繰り返せばね、こうやって続けますけど、カメラから外れちゃうのでね、ちょっと映しづらいので、まあ、とりあえず1回切ってまた音楽聴いて合わせると、そういうことをしましょうね。女性もこの時間を利用して復習していきましょうね。女性は右横、左交代、右交代、クロスして右交代、開いて閉じ、前進ですね。1,2,3,4,5,6,7,8 ね。チーン、カチカチカチのメトロノームに合わせても、タン一つの音なのでね、やりやすいんですけど、まあ、とりあえず雰囲気よく音楽にね、ラクンパラシーナという男性がですね、そこから合わせるとかあんまり深く考えずに真似しましょう。スロー、スロー、スロー、